ありがとうございます。サクさんありがとう。真ん中に大好きって挟まれてる初、ありがとうございます。よしーありがとう。まだあんまね、みんな見てくれてるのかな。まだここがね0人ってなってる。小6ですか。高1です。けものちゃんこんばんみありがとうございます。今日はいつもとは少し違う配信です。よしライブなかなか行けなくてごめんなさい。なんかこう気にかけてくれてるだけでなんか嬉しいよ。なんか来れるときはぜひ、なんか無理に来てとはなんか言えないしね。来れるときはぜひ遊びに来てください。ほのちゃんこんばんみでしょ。ごじった運がない。こんばんみこんばんみ。ともさんこんばんは。こんばんはありがとうございます。今日は二つ結びなんだ。朝時間がなくてさ、なんか昨日寝たのがすごいね遅くて、まあまあで、そしたら今日全然起きれなくて、髪の毛をきれいにする時間がありませんでした。だから何もしてないからもうボサボサです。あ、けどツヤはいい感じじゃない。ツヤツヤ飲みタイム、イエーイ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 。ぶちさんこんばんはありがとうございます。すぶすぶすぶかわいい、ありがとう、嬉しい。やった。なんかね、学校の友達にはね2つ結び結構好評なんですよ。結構なんか好きって言われます。はい、今日そう胃袋配信だよ。やすありがとう。やすつやつや、そういいでしょ。いいでしょ。今日は可愛い顔、そうなの。今日ちょっとね顔が漏れてない。最近ね顔が漏れてないんです。なんかね目が変なになっちゃうんだ、こっちの目が特に。うん、しもさんこんばんはありがとうございます。昨日ぶりゆきじ、イエーイ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 。まあ今日すごい大変ね、あの配信楽しみだったの。もうたくさん食べようと思って。次のライブの告知をします。2月7日水曜日、これなんて読めばいいんだろう。渋祭り、何かな何かなとか渋、うん、こういうイベントに出演させていただきます。渋谷のグラッドサンデー出演が19時15分から19時40分からが物販です。なのではい、皆さんぜひ遊びに来てください。待ってます。あのね眼科とかそういう目じゃないの、なんか眼球じゃないんだ。ただ二重が変になるの。二重の変がねたくさんあるの最近。こことほらたくさんあるの、わかる。ここなんだけどさ、なかなかなんか変になっちゃうんだ。渋沢、あそうなんだ、渋沢出演します。ありがとうございます、教えてくれて。そう、大食いします。今日はこれから、あ、言うて大食いじゃない、ただまなみがちょっと買ってきたやつをただ勝手に食べる会。もちのロンでいきます。あー、ありがとうございます。で、坊さん3月17日、遅いよ。2月来てくれないんですか。来てくださいね。たじたじ、やっほー、ありがとう。やっほー、ほらこっちの目がすごい潰れてくるの、すごい最悪。あー中野ちゃんありがとうございます。マカロン2つ食べました、半分だけ、あと2つ残ってるの。くまさんこんばんはありがとうございます。今日は配信で毎学期を買ってきたもの、なんかリプでもらったやつを何個かと自分が食べたかったものを買ってきましたってことで、いざ実食ということで
どういうテンションで滑ればいいのか分かんない。あの食べる配信、はい、今日トネットサイズも当たってないよ、全然当たってない。まずこちら、これはリプでもらったなんか、そうなんかね、あのコロッケ買おうかなと思ったんですけど、こないだ食べてね、あのこないだあのなんだっけ、コロッケ食べてね、次の日まで気持ち悪くなっちゃって胃もたれして、それを思い出してちょっとねビビってやめた。でもこれもこれですごいな、油が。お肉を買ってきました。美味しそう。お肉好きだよまなみ、結構好き。どうみんな、美味しそうじゃない？いただきます。うん、美味しい。普通に美味しいよこれはね。なんか普通のやつです。何もなんか味付けがないって言ったら変だけど、スパイスとかも何もない普通の鶏です。そう、セブンに行きました今日は。はん、うん、うん、熱い、温め直したの、熱い。うん、おいしい。めっちゃおいしい。なんかね、お腹減ってたんですけど、すごい。ほら、もぐもぐ、スーパーカー来てます。ちゃんと名前がほら、良い感じ。そう、あの、なんだっけ、のりのり、ごめんね。まなみ、この間そう、なんかすごいもたれしちゃって、衣がダメだったみたいなんだ。すごい。ご飯はね、今日はもうね、これ食べるからもうね、あれね、ナポリタンはもうね、トラウマ。味のリポートを見せてるな。シャークさん、何？シャークさん食べたところ食べたい。いやでも、キモコメかもしれないけど、まあ推しってそんなもんよね。強い。背の、ちゃんと背の上になってるよ、大丈夫。ちゃんと読んだから。さっき、今日、今これ初めて来たんですけど、昨日もらった時はまなみは開けてなくて、昨日帰ってきてから開けて、今日初めて来たんですけど、ちゃんと背の馬並みって入ってる。嬉しい。これすごくない？これさ、今しか来てないから明日の振り入れで着ようかなって思ってるんだっていう。味は難しい。めっちゃありがちなこと言っていい？ジューシーで柔らかくて美味しいです。めっちゃありがちじゃないこれ。けどわかる、美味しいもん。うん、でね、今日は飲み物も買ってきたの。見て、なんかまだこのラッテ、これストロベリーラッテなんですけど、このラッテのシリーズがすごい好きで、バナナとかメロンとかって一時期これの、あのメロンラッテにハマってたんですけど、けど今日はメロンが売ってなかったからストロベリー、多分季節じゃないのかなと思うんですけど、今日はストロベリーラッテを買ってきました。これすごいおすすめ、美味しいの。これすごいんだよ、ほら 30% 使用です。カロリーね、サイダーと立場、立ちだな。あー確かに、どっちね、似てるもんね。捕まってないからね。そう、今日さ、カロリー半端ないじゃん。けどまなみ、最近さ、結構さ気になっててさ、カロリーとかそういうの結構気になっててさ、お昼さ、今日も学校であんま食べてないからちょっと浮かせてきた、ちゃんと学校で。あ、なんていうの、お昼ご飯最近ね、サラダにしてね、なんかレッスンの前とかになんか食べたくなっちゃうから、ご飯とか
レッスンの前お腹減った時に食べたくなるから、その時のためにお昼をサラダにしてカロリーを浮かせてます。最近は、うん、おいしいおいしい。ぬかのちゃんマカロンね、好きな味だった。すごい、あのね、まなみはフランボワーズとチョコが好きです。あと他にピスタチオとか好きかな。これ1個食べたらさ、もうお腹いっぱいになりそうだね。これね、今日の授業中ね、夢を見た、メンバーの夢を見たんだけど、すごい忘れちゃったんだよね。なんで夢見たんだっけと思って、今日の授業中はもうなんか眠いを通り越して、なんかもうだるくなってきちゃって、すごい。そう、ストロベリーラッテです。授業中夢見たの。うん、今年2回目ぐらいの夢。ね、フランボワーズ、そうそう夢、そう、めっちゃ眠くて今日びっくりしちゃった、自分でも。なんか友達も友達ですごい眠かったらしくて、そう、でも授業中全然夢見るよ。あ、言うてそんなないけどさ、すごいね、すごい夢見てたけどね、忘れちゃった。おでん、まあ、おでんね、あんま好きじゃないんだよね。うん、なんかね、食べれないんだよおでん、なんかわかんないけど。ゆめさんこんばんは、くるにゃっぴさんこんばんは。でもこれそう、寝ちゃった、全もうね、もう寝ちゃった。なんか先生にも危ないよって言われてたの。マネがもうすごい眠そうな顔してたから、多分危ないよって言われてたんだけど、全然もう寝ちゃった、眠かった。昨日ねライブでね、帰るのが遅くて、でマネミは横浜が結構割と遠くて、横浜が遠かったから、だからで帰ってからブログがね、あともうちょっと電車でちょっと考えたんだけど、電車でも寝ちゃったから、あとちょっと書かなきゃって思って、で書いてたんですよ。そしたらね、なんか乗り切らなくてブログが、で全部ね画像にしてね、スクショしてね、トリミングしてみたいな、で更新してってしてたらもう日付も超えちゃって、でその時まだあれだったの、ご飯食べてたっけ。ご飯は忘れたけど、お風呂に入ってなくて、とにかく。まあでもお風呂すごい長いんですよ、お風呂大好きなの大好きなの。そう、お風呂が長くて、なんかお風呂癒しだからね、まなみの多分だから、お風呂にまた1時間ぐらい入ってたらさ、もう寝たの2時過ぎてからとかだったからさ、でまなみいつも5時に起きてるのね、最近は。だからもう眠くてしょうがなくて、うわー眠いなーって思いながら、そう、学校に行きました。メガホンのまなみ、俺のまなみ、あ、楽しかった。でコールね、あのね、コールって多分みんなが思ってるよりもまなみたちに聞こえてると思うんだよね。なんかね、みんなの声でね、なんかさ、なんだっけ、返しっていうさ、その何、普段ライブってさ、みんなの客席の方に音がこういってるじゃん。だけど自分たちの方にも来てる音があるんだけど、そうじゃないと音程取れないから、自分たちがその返しで来てる、自分たちに来てる音、自分の声がみんなのコールで聞こえない時とかあるから、相当みんなのコールすごいと思う。なんか最近、なんかその昨日来てくれた人がね、なんか来るたびにお客さんが増えてる気がするって言ってくれてたんだけど、本当になんか最近すごいみんなたくさんさ、なんか言ってくれる人も増えたから、余計になんかもうすごいの、コールがなんかもうとりあえずすごい。1時間ほど入ってる。おいでね、冷めないっていうか、昨日とかは使ってない気がする。使ったっけ。うん、使ってないです。使わないで、
そう、多分ね、水をね、シャワーをずっと出してるんだと思う。まなみお風呂浸からないで1時間入るの。3時間しか寝てない。そう、そうなんですよ。あと5時間。あと5時間か。どうやって時間をね割くかね。8時間か。そんな寝てない。なんか極端なんだよね。なんか休みの日は本当に10時間ぐらい寝る。もう起きれないから、もう自分の気が済むまで寝ちゃう。すごいよね。全然寝てないよね、よし、まなみ。やばい、自分でもなんか何やってるんだろうと思う時ある。なんでこんな時間が過ぎていってるんだろうって。角さん、あ、角さん、ちょっと角、いくよ。なんか準備。え、本当にね、最近ね、左目がすごい潰れるのがすごいやだ。めっちゃ潰れてきてる。二重が変になるの、なんでなんだろう。うん、開始の音を大きめにしとこう。そう、なんかね、でもリハとかがないと自分たちで調整できないからね、難しいの、そういう時は。けどなるべく頑張ってる。なんか音聞いて、シャクさん、それはキモい。お風呂、そう、お風呂めっちゃ長いんですよね、まなみ。すっごいね、長いんだ、本当に。メンバーが困るくらいコールするわ。ね、待ってるよ、コール。みんなちゃんと聞いてるから。けど、まなみ、まだ2年覚えらんない。サイバー、ダイバーみたいなやつ。そろそろ覚えたいなって思ってるんだけど、全然覚えられない。説明たくさんしても覚えられる。おぉ、今日、笑顔の日なんだ、本当に。2月5日か。そっか、今日まなみ友達の誕生日なんだ。ん、もうちょっと。ん、ん、サイバーさんの時はあえて、へえ、考えてんだね。なんか、かんない、サイバーさん好きな人が多いからかな、俺のって言わない、みんなのみたいな。指に入ってた時が触る足話やけど、あー、そうかも。毎年一緒、多分ね。完璧ね。なんか結構時間かかっちゃった、これ一つ食べるのに。うん、完食です。ゆめさん、1年くらいかかったね。難しいよね、トラ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 。うん、トラ、あ、トラ、ヒ、あ、待って、どこ行った。腎臓、繊維、アマ、心臓、火星、え、どこ、これ、言葉の区切りが難しいんだけど。除去、最後除去なの。カイバさん的なの。それは単にアンチだから。かわいい、ありがとう。なんかすごい、すごい、なんか軽く言っちゃった、ありがとう。トシさん、こんばんは。中さん、今はね、お肉食べてたの。今日はね、食べる配信なの。おすすめのものとかを紹介してて、おすすめの飲み物、ストロベリーラッテです。美味しい、これ。しかもすごい安い、140円くらいで買える。ノーマル延長の、延長ってあの伸ばす方の延長かな、延長。うん、絶対この延長ではないよね。的にはこう、暗号だよな。そうだね、暗号だね、確かに。なんかファイヤーみたいな、でレバージャージャーみたいな。あ、けど最近ね、あれのタイミングはすごい覚えた。なんかあー、なんだっけ、ふうふうみたいな、あんじゃん、あれのタイミングが分かるようになったんですよ、最近。
我慢も一緒にフーフーってやる。そう次あのね、おすすめのお菓子とアイスを紹介してほしいっていうのがあってね、まなみが最近ずっと食べてなかったんですけど、前にハマってたお菓子、最近はハマってるお菓子ないか。これまたセブン、これね塩バター味のポテト、これにね一時期めっちゃハマってね、これめっちゃ入ってんの、ほらわかる、この大きさ顔より全然大きいからさ、めっちゃ入ってるんですけど、147g も入ってるのね。そうこれをねちまちま食べるんですよ。セブン美味しいだね。そうだね、まなみはセブンかファミマだね。あでもファミマのカード持ってるよ、 T ポイントカード。けどまなみなんかさ、あのガキに見られてるからさ、カードありますかって聞かれないんだよねっていう悲しい現実。塩バター味、うん、うん、うん、セブン、セブンはね結構行く。家の近くがセブンなんですよ、まなみは。七個は持ってない。うん、おいしい。マヨがすごい入ってる、ふん、ふんなの。そう、すごい大きいよね、これめっちゃ入ってるもんだって。おいしい。うん、噴火分かればマヨもお得になれるよ。おお昨日ねアイドルさんのライブに行くつもりだったんですけど、でも自分たちのライブと被っちゃったので行けなかった。おたかつする予定だった昨日。最近すごい被っちゃうの、自分たちのライブとおたかつが。あ、いい音カード聞いてこないって。なんかね、いつ出せばいいのか分かんなくてね、ちょっと今度出してみるね。総カロリー高め、やばいね、やばいやばい園長、園長なんだ。そうなんだ。トライ、ヒー、ジンゾー、セン、アマン、シンド、河川と美女教、あれ美女教、あれ難しいね最後のやつ。セブンおいしい、おでん、おでん全然食べないんだよね。そう、ワーストさんです。最上級パラドックス、最近新曲が出てそれが好きだね。君のただ一つのストーリー、すごいいいんだ、好きなんだけど、聞きに行きたかったけどね、さすがにちょっと間に合わなかったの。うんふん、うんふん。学校の近くがまなみローソンなんだ、ローソンも行きます。おすすめ曲？なんだろう。最上級パラドックスがいいかな。まなみは好きです。割と新曲なんだけど、一番新曲ではない。うん。ちょい前ぐらい。最上級パラドックス好き。ね、美味しい。止まんなくなっちゃう。うん。じゃあ。最後、この間の配信で、この間の配信でね、食べる配信をしたいって言ったら、なんかこれ食べればみたいに言われた。その本人多分見てくれてるんだけどね、今ご本人がね覚えてるかわかんないんですけど、辛いラーメンを買ってきました。言っちゃったよ、ほら、ラーメン、辛いやつです。これ辛いやつを買ってきました。なので3分します。ちょっと3分、マミー
うん、マミーに任せたお湯口に当てるね、マナーだよ。食べてる時に喋ったらダメだもん本当は。うん、おいしい。マミー、うちんちはマミーとパピーですマミーとパピー。そう、中本じゃないの。そう、中本をね買おうと思ったんだけど、なんかこっちの方が美味しいって書いてあったのね。あの韓国のやつなんですけど、まあマネーが買ってきたのは。美味しいね、幸せすぎる。まあ、最近食べるのすごい大好きなんだよね。もうね、美味しい。うん、初めて食べるんだあのラーメン。最近韓国が好きで、韓国語を勉強したりとかしようと思ってるんですけど、なかなか。うん、韓国語可愛くない？パボなんだっけな、んセブン出て中野かと思う。へえ、中野だね。いや、みーたん全然好きじゃないよ韓国。弟の呼び方はあの普通に下の名前で呼んでます。あ、みずきんがツイートしてくれたやった、ありがとうみずきん。授業中ね本当に起きれなかったんだよ今日は。今日は本当にダメだった。眠いを通り越してた。本当にしんどかったもん。なんかもうなんか今日なんか授業でチャイムが鳴らなかったんですよ、中学入試かなんかやってて。なんかもうなんかもう時がなんかもう何わかんないけど、なんかもうとりあえずしんどかったの今日。ラーメンできた、見て、辛い、辛そう。あと2分くらいします。タンシヌンパボこれみんな意味わかるかな。タンシヌンパボ韓国語ですこれはミユに教えてもらった。チャイムはラブソング、ラブソングなの。神山さん、あ、こんにちは、こんちくわみたいな、こんばんはありがとうございます。たんしぬんパボ、パボ、パボ、パボよし、パボよし、パボのりのり、パボ神山さん、パボたかやんこれ意味わかんないと面白くないかみんな。パボっていうのはね、うん、なんかバカみたいな意味です。タンシヌンパボはあなたはバカだみたいな感じの意味なのタンシヌンパボ、タンシヌンパボめっちゃバカにしてる。タンシヌンパボって言うんだよ。あとね言わなくてよかったあのね、저는저는신호마나미입니다です、私は신호마나미ですっていうの。そうそう、できたかな。2分経った、ママまだ経たないか。いい、知らなきゃもう2分経つみたい。煽っていくスタイル。わー、高い、なんか高いやん、久しぶり、ありがとうで辛いの食べよう。まあ、辛いの好きなんだよね。でもできました、多分。わー、辛そう。え、でも結構普通に辛そう、本当に。混ぜます。え、カップラーメン食べたの久しぶりすぎる。え、辛そう、匂いが。あ、はるさん久しぶり、ソロになりたい、どうもありがとうございます。
これさ、みんなから見たらまなみ今左利きみたいにさ、あれなの？左利きみたいに見えてる？反対に見えるんだもんね、これ。右利きですよ、私は。すすると辛いの？何それ？そうなの？わかった。来ていけないばかって言うと、やまないで、神山さん。やだ、行かないで。そうだよ。バカはちょっと何しぬんパーボー、なんか自分がなんかバカなマナミみたいな言ったいときはパーボマナミみたいに言ったらそうなる多分。え、韓国語かわいいよね、マナミ。韓国語好きなんだ。あ、しないの？あ、そうなんだ。食べますね。そっか、反転してたら文字とか反転しちゃうか。そっかそっか。待って、まなみ、ちょっとあれなんですよ、猫舌なんでちょっと待ちますね。ちょっと待たないと食べれないわ。湯気がすごいもん。シャクさんにも単身なんパボ、なんだっけ、パボシャークさん、パボパボまなみです。ごめんなさい。やだ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 。チェヌンパボセノマナミイムニダ、私はバカなセノマナミでやだよ、バカですって言ってる感じじゃん、自分で。ね、美味しそうけど辛そう。触覚が入りそうで怖い。ほら、見えるかな。あ、見えない。スープがこぼれちゃう、見える前に。どう、見えてる？あ、ちょっと。パボー、調べた。なんか今日、幼く見える？ほんと？二つだからかな。いただきます。熱そう。え、これ辛いの？あずしさん、こんばんは。あ、辛そう。あ、辛い。汁が白いシャツに。やだよ、これノリノリにもらったやつだよ、これ。あ、辛い。辛い辛い辛い。やけど食べれるけど辛い。あ、でも美味しいですね、韓国って感じ。辛いよ。そう、髪の毛邪魔。抜かそう。はい。うん、美味しい。ねえ、すすると辛いって、すすんなくてさ、どうやって食べんの？あ、こうやって持っていけばいいのか、お箸で。うん、ハトは会社の感覚がないんだよ。そうなの？まあ、ハトみたいになってんじゃん、なんか。え、 T シャツ、これノリノリもらったやつだよ、白の。鳥？あ、そうなんだ。そうなんだ。髪の毛ね、辛くなっちゃうよ、入っちゃう。けどね、触覚がないとすごい幼くなっちゃうから。うん、ハサミさん、初見さん、ありがとうございます。そう、今日はね、初めて食べるもぐもぐする配信を今日初めてやってます。飲み物ね、普段もね、結構自由で、なんか決まってない、結構自由な配信してます、普段から。なんか辛いっていうか痛いね、すごい痛くなってくる、口の中が。甘いものはね、
冷蔵庫にね、あれがある、もいただいたマカロンがあります。スープ飲んでみて。熱いかな、平気かな。あ、スープ辛い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 、とりあえず辛い辛いよ。パンチョ、パンチョね、そろそろね、ナポリタン食べようかな。ミハくん、チャオ、ありがとうございます。今辛いラーメン食べてるの、挑戦。あ、辛い辛い、中本も辛いけど、これも辛い。で、個人的には中本の方が辛い気はする。どうだろう、めっちゃ熱いの食べてたからかな、この間。ちょっとこれ完食したいよね、せっかくだから。いける気がするけどね、辛い、なんか涙出てくる。真剣だから喋れなくなっちゃう。ちょっと完食したい、意地でも。一口多いなね、思ったより食べれた、全然。うん、これはもう一口を小さくしてぶりっこしてる場合じゃない、もう食べきらないといけない。うん、辛い。てっぺんから汗出る？出てるかな。なんか喉にくる。でも美味しいです。みんなも食べてみて、家で。シンっていううま辛ラーメンです。人参が入ってる。熱い、辛い。みんなお腹減ってきた？みんなまだ食べてないの、ご飯。舌が痛い。カラカラ魚、新進魚みたいな神山さん、してみたい。辛いの好きなんだ。得意じゃないけど、そんな。とどめのキス見てないな、まなみ。ドラマだよね、山崎くん。今日友達が学校で山崎賢人マジイケメンみたいなの言ってたから、まなみあんま分かんないって言っちゃった。麺がもうない。うん、食べきった麺。辛いです、ちょっとやばい。美味しかった、食べきりました、ちゃんと。あのね、スープも飲みたいんだけどね、ちょっと喉に影響が出ると怖いのでやめておきます。これ熱い食べきった。あ、まあね、辛いもの食べてもお腹は壊さないんだよね。鼻水出るよ、これ辛すぎて。鼻水が出ます。お寿司食べたのいいな。すぐに温めたおにぎり入れて。
あー美味しそう美味しそう。あ、ごめん、なんかお箸がすごい映ってる。食べました全部。どうで？やば、松井さん唐辛子そんな入れんの？あんま体に良くなさそうだよ。もう辛すぎて鼻水出てきた。そう、喉に来るよね。気をつけないといけない。もともとマネーそんな喉強くないからね。気をつけてるから。あー食べた。口が痛い、口が痛いよ。泣いてる。泣いてはないけど本当に涙出てくるぐらい辛いですよ。なんかまなみが結構尊敬してるアーティストさんはカレーも食べないんですよ。スパイスが入ってるから喉に良くないからって。すごいなと思ってて。アバター、鼻水、そう唇とりあえず、そうとりあえずは治った今は。けどまたなったらどうしよう。なんで喉痛めて風邪ひいて、ヨッシー、それそれちょっとヨッシーなんかかわいそう。ラーメンのスープ飲んでそんなね、なるなんて思わないもんね。ロシアンたこ焼き分かんなくはないと思うけど、他の人よりダメージは少ないと思うな。辛いの好きでも、好きだけど得意ではない気がするな。なんかそんなめっちゃ食べれるわけじゃないの。なんか前髪が変な、前髪が今日あってさ、脇目が変なんだ。なんか朝急いでたから変なになっちゃった。喉に来てる今すごく。美味しかった。まだ湯気が出てる。これ弟に飲ませたい、すごく。冬の限定に、じゃあ早くしないとじゃん。もう冬終わっちゃうね。わあ、お腹いっぱい。ラーメン一つ食べて、お肉も食べたし、お腹いっぱいとか言いながら食べるやつ。うん、おいしい。塩バター味、おいしいです。うん、なんかみんな好きなお菓子ない？なんかおすすめのお菓子ない？なんかさ、あんま出回ってないようなのとか。うん、これおいしい。スープだけ袋麺のやつのが、へえそうなんだ。うん、早くさん美味しいよ。買ってみて。うん、神山さんありがとうございました。またね、ありがとう。なんかね、目の調子が悪いね。両目ともなんかやばくなってきた。今両目ともなんかロッテのチョコパイ、うん、わかんないかも。チョコパイ天使のやつ、プチポリ納豆。まなみね、なんか納豆専門店の、あの納豆専門店の仙台屋さんっていうのがあるんですけど、あの仙台屋の納豆のなんか好きなやつがあったんだよな。名前忘れちゃった。最近行ってないんですよ。池尻大橋にお店があるんですけど、渋谷の一個隣。んで、うん、猫が来ました。おいで、おいで。カップラーメンの残った汁に卵を入れてチンする。そうなんだ、
これすごい辛い。でも美味しそう。卵好き。どうも皆さん、カレンです。よろしくお願いします。めちゃ眠そうやね。にゃんこ、うちのにゃんこです。女の子です。プッチさん、お店？へえ。今ヨッシーも食べてるの？ああ、何味食べてるの？そうかれんちゃん来ました。きゃみこさんありがとう。こんばんは。こんばんは、かれんちゃんです。うちのかわいいでしょ、みんな。かわいい、かわいい。うちの猫ちゃんです。でももう人間に換算するともう92歳です。すごくない？92歳ってかわいい。目似てる？くーちゃんかわいいね。かっぱえびせん美味しいよね。何気に美味しい。なんか本当にやめられない、止まらないってわかる。一回食べると終わり。もぐもぐはね、まなみが結構今もうお腹いっぱいになりましたね。結構お腹いっぱい。ゆうさん、こんばんは。ありがとうございます。そこら辺長生きなの。もうね、人間で言ったら92歳とか本当にそんくらいなんですけど、そう、18歳ぐらいなんですよ。そう、ゴロゴロいってる。じゃがりこ関東の海苔出し味最後。へえ、なんか見たな、この間出汁なんとか味みたいな。なんかね、もう可愛いんですよ、うちの子。可愛いでしょ。めっちゃ長生きだからさ。もぐもぐし食べたいけどもうお腹いっぱい。だいぶなんか飼い主、猫か、なんだろう、飼い主が動物にいるのか、動物が飼い主にいるのかな、なんか言うよね。目元が似てる。まなみさ、両目が今違うすぎてさ、こっちが二重になりません。調子が悪い。すぐ戻っちゃう。ヤングドーナツって何？知らない。そう、まなみがね、生まれる前からいます、この子は。お家にもう生まれてからだからずっと一緒なの。いいでしょ、ずっと一緒。かわいい。寝不足？そうね、もうちょっと寝ないといけない、本当は。今日は配信が終わったらもうお風呂に入って急いで寝ますね。たくさん寝る、今日は。寝たいと思います。ゲッチュさん、ヤングドーナツ好きなのかな。ヤングドーナツ知らないんだけど。宮田？へえ、知らない。ヤングドーナツ知らなかった。あれさ、なんだっけな、チョコバットみたいなやつ美味しくない？みんなわかるかな。美味しいなって思ってるんだけど。かわいい、かれんちゃん。こいつさん、あ、ねえねえ、こいつさん、こいつさん、こいつさん、ねえねえ、まだ見てる？まだ見てますか？あ、かれんちゃん行っちゃうの？あ、行かないの？見てないかな、もう。4個入りのやつ。わかんない。チョコバット美味しくない？モナミ何が好きなんだ。あ、ねえ、こういちくん、シマリン知らない？シマリン知りませんか？シマリンがね、ずっとなんかね、そう、なんかリプとかもなくて、ツイッターも一切動いてなくて、
何も聞いてないからさ、心配してるの、キュインズみんな。シマリンどうしたんだろうって。カーレン、ポテチの袋に頭を突っ込まないの。あ、似てるって。かわいい、カレンちゃん。たまに食べたくなる、美味しいよね。誰かシマリンさん知らないですか。あ、舐めたな。あうちの猫何でも舐めるんだよね。これやめた方がいいかな。いや、何でもは嘘だけど、塩気のあるものは割と何でも舐めるんだよね。なんかね、これなんかあんま良くなさそうじゃないからな。に猫がこんなポテチ舐めてんの。美味しいの、お塩。かわいい、あんた。はい、降りて。やめた。塩分、そばないのが美味しいだけど分からない。そっか、強すぎかな、やばいかな。初見さん、ありがとうございます。ひーらめさん、ヤマジャムスのライブで会いに、ありがとうございます。キュインズです。あの、バンザイジャパンさんとはちょっとなんか前から、少し前からなんか仲良くさせていただいてて嬉しいです。本当に皆さんすごくいい方なので、本当になんかバンザイさん本当にすごいし、みんななんか揃ってんの、シューみたいな、揃ってて本当にすごかった。まなみ、なんかいや絶対この人たちめっちゃレッスンとかしてるんだろうなってすごい思ったもん。なんか厳しそうだけど、すごいめっちゃ本格的っていうか、なんか人数がいるからさ、人数多いじゃないですか、万歳さんって。なのにすごい揃ってるからすごいなって。あ、与えない方がいい感じですね。ちょっとやめ、カレンちゃんもう終わりだよ。そう、アイドル祭りらへんからバズザイさんとはちょっとなんかお話しさせていただいたりとか、お写真撮っていただいたりとかしてますね。嬉しい、すごいなんか気さくに話しかけてくださるから嬉しいです。ありがとうございます。あ、お年寄りだからな、ほんとうちの猫は。もうお年寄りよりよりよりのよりのよりだよ、ほんと。あ、もうちょっとでもう1時間経っちゃう、配信始めて。うん、早いね、1時間。この1時間の間でまなみは何キロカロリー摂取したんだろうって感じ。ボン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 、お腹がボン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 って感じです。プロ棋士のゲームで万歳。そうなんだ、懐かしい。ちょっと黒騎士懐かしいですね。あ、ぶっちさん、ありがとうございます。こんばんは。アイス食べてくれたんですか、美味しかった。アイスキリのなんか辛い、さっきね、辛いラーメン食べてからちょっと鼻が詰まりだした気がします。気のせいかな。うん、結構食べたよね。でもこれ全部食べたし、お肉も1個食べてるし、ポテチもなんかつまんでるし、こうやって、うん、ストロベリーラテも飲んでる。もうダメだ、カロリーが、お腹がもう朝次の日起きたらもうこんなになってるわ、お腹。あ、けど今日は初めてさ、
初めてなんか食べながら配信した気がする。本格的に食べた。なんかデザートなんかあるかな。プリンがある。プリンとマカロンがある。マナミプリンはよく食べるからね。なんかねよく置いてあるんです、マナミ用のプリンが。うん、前控えるって言ってなかった？そう、控えてる、控えようと思ったんだけど結局控えられなくて、あの食べるの大好きなので、あの差し入れとかでなんかお菓子とかくれるとすごい喜びます本当に食べるの好き、お菓子とか大好きだから、本当に差し入れとかもらったらもう飛んで喜んじゃう。本当にもうね食べるの大好きなんだ最近。もう自分でもどうしようかと思うくらい食べてるんだ。まあ、言うてなんかさ、その成人男性からしたら大した量じゃないかもしれないけどさ、食べてるんだよね。うんうん、もう食べてる食べてる、お腹がもうボン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 だよ。ほんと何言ってんだろう自分は。ちゃんと配信締めよ。サラダがない。そう、サラダはもう昼食べてね、もう十分って感じ。前あんま好きじゃないんですよ野菜だけど、お昼ねサラダにしてるからね、なんかね夜とかまでもう野菜見たくないって感じですね。食い物しか持って行ってない。もうこの間ねクマさんもらったプリンもねもうすっごい美味しかったもん。若いからすぐ本当？マナミでもね代謝はすごいいいんだ。なんか運動してたからね。牛角？キョウさん、あ、こんばんは、ありがとうございます。ケインズの瀬野マナミです、ありがとうございます。ドレッシング与えられるギブギブ与える。今日やったんだ。なんかね文系ハブプラス O プラス過去分詞みたいな、もう学年末テストしんどい、範囲が広くて頑張んないといけない。明日も小テスト3つあるし、あー勉強しなきゃいけないよ、早く寝るとか言っときながらさ。んね、ね、美味しかったのに。のりめっちゃ美味しかったってか、まなみさアーモンドみたいなのも好きだからすごい美味しかったです。ダンスね、ダンスしよう、あーダンスしよう、頑張って動かせるだけ動かそう体を。え、翌日なんか食べ物待ってる食べ物大好き、食べ物大好きです。ほんとブクブクな、やだ。いや、そろそろね今日の配信は終わろうかな。すごい2000人の方が見てくださいました、ありがとうございます。もう8時半ですね。7時半から配信してたのに1時間。本当にね今日は楽しかった、いっぱい食べた、ごちそうさまでしたはい、ということでね、じゃ配信を見てくださった皆さん本当にありがとうございました。次のライブはですね2月7日渋祭21 渋谷のグラッドさんで出演が19時50分から、物販が19時40分からです。イエイ、ね、第2弾もやりたい、美味しかった幸せでしたはい、ということで本当に見てくださった皆さんありがとうございました。じゃあ最後ノリノリのそれやろう。歌大好きみんなに甘えたいケインズのまなみこと瀬野まなみでした。美味しかった、楽しかったです、ありがとうございました。また明後日お会いしましょう、2月の7日で。はい、ということで以上私たちベッドできるアイドルキュインズパンチキュインズでした。ありがとうございました、バイバイみんなありがとうございます。